手ぶれ補正というのがまずあった上で、この形状的な自由度を踏まえた上でカメラワークがより積極的で自由なカメラワークができますよと、そういうような機材として位置づけられるのではないかなと、私はそういうふうに感じてまして、なので単に手ぶれ補正機材と捉えてしまうとちょっともったいないぐらいの機材になっているというふうに感じています。ローアングルを取ってきて強化室も含めて羽釜が必要なところがいいと思うんですけど、これだと下までギリギリまで補正になれるので、こんな感じですかね。例えばフレームアウトしてる状態からフレームインをさせたり、もう一段出してこのぐらいまでいくと、ドローンを使っていけないところでドローンを取っているしっていうような絵が集まります。自分の腕の距離だけだと足で稼がなきゃいけないので、これがあるとその2倍ぐらい同じ時間あたりに動くことができるので、そういった意味では従来のステディカムとかではできなかったこの距離の動感の迫力がこのプッシュブルの移動で可能になります。ホテルウェディングを撮ったり、レストランのこうちょっと あまり動きが見え動きが取りづらいレストランだったりとか、逆に外で撮ったりだとか、さまざまな状況下の中でやっぱり撮影スピードってウェディング の撮る上ですごく重要だと思うんですけど、撮影のスピード、機動性を落とすことなく、やっぱりさまざまなバリエーションが撮影できる機材だなと、カメラをそのまま横に向けて結構こうやって動くとすごくブレるので、カメラは横なんですけど足は前です。足は前でこのまま動けるようにしておいて、こういう動きがないようにしておいて、カメラは横状態で動いていく状態ですね。これは結構やる方もいる気がするんじゃないかなと思います。回り込みですね。通常のアイレベルとか取れたら、そのまま片手でドアを持っていって、でそのままの流れで、これ回り込みではないですが、会場のお客さんも入れつつ、こう結構ローアに切り替えてもそのままいけちゃうので、結構こういうのが。